高齢者のレジャー需要が伸びる中、電動アシスト機能がついた本格的なマウンテンバイクが登場しました。この坂道の勾配は 30% を超えていて、普通の自転車ではとても登ることができませんが、アシストの効果で座ったまま登り切ることができます。このマウンテンバイクは4時間半の充電で100キロ以上走れる電動アシストモーターがついています。荒れた道でも衝撃を吸収するサスペンションが前輪と後輪についた本格的なモデルにアシスト機能が搭載されるのは初めてです。レジャーやフィットネスなどの市場は70兆円近い規模があり、パナソニックは健康に関心が高い高齢者の需要を取り込む狙いです。このマウンテンバイクは100台限定で発売され、価格は税込64万8000円です。